際は、弓の硫酸です。調整点は、計略の武力上昇値が、4から5になりました。ローコスト同レアリティに、ルナの C と目さんがいるので、区別に注意。主は弓硫酸を忘れていたので、アップデ情報を見たときプラス5の長時間侵食強くね。と思ってました。というか、ルナの硫酸も、ずっと異彩最大28なのでプラス5にしてよくないですか？一人はいや。弓硫酸の計略の長所としては、乱戦中にも弓ダメージを与えることができるので。とにかく敵を削るスピードが速いとこだと思います。死んでも諦めねえ。わーぬるいぜ。好きなところに行け。わーぬるいぜ。バラデッキでも刻印持ちをこういった投げ方するのは良くないです。そもそもそこまでして策を割る必要性ないデッキなので大反省点。いい武器だぜ。わーお！わーお！わーお！耐えることには慣れている。響け！とどろけ！歌声よ！運長が木のもとに存分に武を震える。わお！見る目がないな、アンディ。お前まさか。大構成から中期2連打になるとヤバそうなので、少々早いですね、フルコン。死んでも諦めねえ。罠で屈するか。効果時間の許す範囲をちょっとだけずらします。暑かったぜ、お前。もう歌えんか。一人はいや。オーガ解放マスター。いい武器だぜ。もらった。ぬるいぜ。死ぬだけ、こんなもんだ。そばにいるわ。昭和機のもとに存分に武を震え。ボーグ解放マスター。
前。逃げたよ。存分に武を振るえ。逃げたよ。待てよ。一人は嫌。式録を3回使っているので、次の中期号令は残り6カウントくらいのはず。それまでにリュウさんで削り切りましょう。ご視聴ありがとうございました。